一平卒、田山硬い、枯葉歩き出した。銃が重い、肺のが重い、足が重い、アルミニウム製の金腕が腰の剣に当たってカタカタとなる。その音が興奮した神経をおびただしく刺激するので、幾度かそれを治してみたが、どうしてもなる、カタカタとなる。もういいやになってしまった。病気は本当に治ったのでないから、息が非常に切れる。 全身にはお熱を感が絶えず往来する。頭脳が火のように熱して、こめかみが激しい脈を打つ。なぜ、病院を出た。軍医が後が大切だと言ってやれほど留めたのに、なぜ病院を出た。こう思ったが、溝はそれを悔いはしなかった。敵の捨てて逃げた汚い洋館のいたじき、八畳くらいの部屋に、山井兵、負傷兵が15人。 衰退と不潔と埋め気と重苦しい空気と、それに凄まじいハエの群衆、よく20日も辛抱していた。爆藩のゆに少しばかりの食塩、よくあれでも飢餓をしのいだ。枯葉病院の背後の便所を思い出してゾッとした。急増の穴の掘りようが浅いので、周期が鼻と目とを激しく打つ。ハエがワンと飛ぶ。石灰の灰色に汚れたのが胸をムカムカさせる。 あれよりは、あそこにいるよりは、この広々とした野のの方がいい。どれほど良いか知れぬ。満州ののは光爆として何もない。畑にはもう熟しかけた香莉が連なっているばかりだ。けれど新鮮な空気がある、日の光がある、雲がある、山がある。凄まじい声が急に耳に入ったので、立ち止まって枯れ葉そっちを見た。 さっきの汽車がまだあそこにいる。釜のない円筒のない長い汽車を、シナクーリーが幾く百人となく寄ってたかって、ちょうどアリが大きな獲物を運んでいくように、エッサラオっさら押していく。夕日ががのように斜めに差し渡った。さっきの歌詞があそこに乗っている。あの一段高い米のかますの積み荷の上に突っ立っているのがキャツだ。苦しくってとてもあるけんから、 安山炭まで乗せて行ってくれと頼んだ。するとキャツめ、兵を乗せる車ではない、歩兵が車に乗るという法があるかと怒鳴った。病気だ、ご覧の通りの病気で、活気を患っている。安山炭の先まで行けば隊がいるにそういない。武士は愛に互いということがある、どうか乗せてくれって、立って頼んでも、言うことを聞いてくれなかった。兵。 兵と言って、筋が少ないと馬鹿にしやがる。金スでも、利立でも兵のおかげで戦争に勝ったのだ。馬鹿目、悪魔やっこ。ありだ、ありだ、本当にありだ。まだあそこに嫌がる。記者もああなってはおしまいだ。ふと記者。豊橋を立ってきた時の記者が目の前を通り過ぎる。停車場は国旗で埋められている。万歳の声が長く長く続く。 と突然最愛の妻の顔が目に浮かぶ。それは門出の時の泣き顔ではなく、どうした場合であったか忘れたが心から可愛いと思った時の美しい笑い顔だ。母親がお前もう大きいよ、学校が遅くなるよと揺り起こす。彼の頭はいつか子供の時代に飛び返っている。 裏の入り江の船の船頭がハゲ頭を夕日にテカテカと光らせながら子供の一軍に向かって怒鳴っている。その子供の群れの中に彼もいた。過去の面影と現在の苦痛不安とが、はっきりと区画を立てておりながら、しかもそれがスレスレにすり寄った。銃が重い、肺脳が重い、足が重い。腰から下は他人のようで、自分で歩いているのかいないのか、 それすらはっきりとはわからぬ。褐色の道路。放射のわだちや靴の跡やわらじの跡が深く陰したままに石のように乾いて固くなった道が前に長く通じている。こういう満州の道路に測れはほとんど愛想をつかしてしまった。どこまで行ったらこの字はなくなるのか。どこまで行ったらこんな道は歩かなくってもよくなるのか。故郷の伊佐ゴジ。 雨上がりの湿った海岸のイサボジ、あの滑らかな心地のいい字が懐かしい。広い大きい道ではあるが、一つとして滑らかな平らかなところがない。これが雨が一日降ると、壁土のように柔らかくなって、靴どころか、長いすねもその半ばを没してしまうのだ。大説教の戦争の前の晩、暗い闇の出稲を三里もこね回した。 背の上から頭の髪まで羽根が上がった。あの時は砲車の援護が任務だった。砲車が出いねえの中に陥って少しも動かぬのを押して押して押し通した。第三連隊の砲車が先に出て陣地を占領してしまわなければ明日の戦いはできなかったのだ。そして昼夜働いて、翌日はあの戦争。敵の砲弾。 味方の砲弾がぐんぐんと嫌な音を立てて頭の上を鳴って通った。90度近い暑い火が脳天からじりじりと照りつけた。4時過ぎに敵味方の歩兵は共に接近した。小銃の音が豆をいるように聞こえる。時々シュッシュッと耳のそばをかすめていく。列の中であっと言ったものがある。はっと思ってみると血がだらだらと暑い夕日に彩られて、 その兵士はがっくり前に飲めった。胸に弾丸が当たったのだ。その兵士は良い男だった。快活で、遮脱で、何事にも気が置けなかった。新城町の者ので、若いカカーがあったはずだ。上陸当座は一緒によく挑発に行ったっけ。豚を追い回したっけ。けれどあの男はもはやこの世の中にいないのだ。いないとはどうしても思えん。 思えんがいないのだ。褐色の道路を、氷糧を満載した車がぞろぞろ行く。ラシャ、ロシャ、シナ人の親父のうおうおいゆいが聞こえる。長いムチが夕日に光って、一種の音を空気に伝える。道のデコボコが激しいので、車は波を打つようにしてガタガタ動いていく。苦しい、息が苦しい。こう苦しくっては仕方がない。 頼んで乗せてもらおうと思って枯葉駆け出した。叶わんがカタカタなる。激しくなる。灰のうの中の雑品や弾丸袋の弾丸がけたたましく踊り上がる。銃の台が時々すねを打って飛び上がるほど痛い。多い、多い。声が立たない。多い、多い。全身の力を絞って呼んだ。聞こえたにそういないが振り向いても見ない。 どうせろくなことではないと知っているのだろう。一時思い止まったが、また駆け出した。そして今度はその最後の一両にようやく追いついた。米のかますが山のように積んである。シナ人の G が振り向いた。丸顔の嫌な顔だ。有無を言わせずその車に飛び乗った。そしてかますとかますとの間に身を横たえた。 シナ人は仕方がないという風でうおううおうと馬を進めた。ガタガタと車は行く。頭脳がぐらぐらして天地が回転するようだ。胸が苦しい、頭が痛い。足のふくらはぎのところが押しつけられるようで、不愉快で不愉快で仕方がない。ややともすると胸がムカつきそうになる。不安の念が凄まじい力で全身を襲った。と同時に、 恐ろしい動揺がまた始まって、耳からも頭からも、シュシュの声が囁ささいてくる。この前にもこうした不安はあったが、これほどではなかった。天にも地にも身の置き所がないような気がする。野から村に入ったらしい。こんもりとした柳の緑が彼の上になびいた。柳に差し入った夕日の光が細かな葉を一葉一葉明らかに見せている。 不格好な低い屋根が地震でもあるかのように動揺しながら過ぎていく。ふと気がつくと、車は止まっていた。枯葉首を上げてみた。柳の影をなしているところだ。車が五台ほど続いているのを見た。突然肩を捉えるものがある。日本人だ、我が同胞だ、歌詞だ。貴様は何だ枯葉苦しい身を起こした。どうしてこの車に乗った 理由を説明するのが辛かった。いや、口を聞くのも嫌なのだ。この車に乗っちゃいかん。そうでなくってさえ、2が10すぎるんだ。お前は18連隊だな。豊橋だな。うなずいてみせる。どうかしたのか。病気で、昨日まで大説教の病院にいたものですから。病気がもう治ったのか。無意味にうなずいた。病気で辛いだろうが、降りてくれ。 急いで行かんけりゃならんのだから。療養が始まったでな。療養。このイチゴはかれの神経を十分に刺激した。もう始まったですか。聞こえんか、あの方が。さっきから、天性に一種の轟きが始まったそうなとは思ったが、まだ療養ではないと思っていた。安山単は落ちたですか。おととい落ちた。敵は療養の手前で、人防ぎやるらしい。 今日の六時から始まったという噂だ。一種の遠いかすかなる轟き、司祭に聞けばなるほど法制だ。例の嫌な音が頭上を飛ぶのだ。歩兵隊がその間を縫って進撃するのだ。血潮が流れるのだ。こう思った溝は一種の恐怖と同系統を覚えた。戦友は戦っている。日本帝国のために血潮を流している。 修羅の巷股が創造される。作壇の壮観も眼前に浮かぶ。けれど七八里を隔てたこの満州ののは、寂しい秋風が夕日を吹いているばかり、大軍の潮のごとく過ぎ去った村の平和はいつもに異ならぬ。今度の戦争は大きいだろう。捜査。一日では勝敗がつくまい。無論だ。今の歌詞は仲間の兵士と法制を耳にしつつしきりに語り合っている。 兵糧を満載した車五両、品クーリーの親父レンモわをなして何事をか喋り立てている。ロバの長い耳に日が差して、折々けたたましいなき声が耳をつんざく。柳の彼方に白い壁の品民家が五六軒続いて、庭の中に園児の木が高く見える。井戸がある。納屋がある。足の小さい年老いた女がおぼつかなく歩いていく。 柳を透かして向こうに、広い孔爆るのが見える。褐色した丘陵の連続が指さされる。その向こうには紫色がかった高い山が延々としている。砲声はそこから来る。五両の車は行ってしまった。枯れ葉また一人取り残された。会場から東縁台、幹線法この次の平坦部所在地は新大須といって、まだ一里くらいある。 そこまで行かなければ宿るべき家もない。行くことにして歩き出した。疲れきっているから難儀だが、車よりは帰っていい。胸は依然として苦しいが、どうもいた仕方がない。また同じ褐色の道、同じ高ンの畑、同じ夕日の光、レールには例の汽車がまた通った。今度は下り坂で、速力が非常に速い。 釜のついた汽車よりも早いくらいに目まぐろしく谷を越えては知った。最後の車に翻った国旗がこう畑の絶イマタに見えたり隠れたりして、ついにそれが見えなくなっても、その車の轟きは聞こえる。その轟きと混じって、縫製がひっきりなしに響く。街道には久しく存落がないが、 西方には柳の矢や,や暗い茂りが至るところに固まって、その間からちらちら白色褐色の民家が見える。人の影は辺りを見回してもないが、青い細い水煙は糸のように寂しく立ち上がる。夕日は物の影をすべて長く引くようになった。高ンの高い影は二軒幅の広い地を覆って、さらに向こう側の高ンの上に覆い重なった。 露傍の小さな草の影もおびただしく長く、東方の丘陵は浮き出すようにはっきりと見える。寂しい悲しい夕暮れは例えがたい一種の影の力を持って迫ってきた。リアンの耐えたところに来た。突然、枯葉その前に驚くべきち大なる事故の影を見た。肩の銃の影は遠いのの草の上にあった。枯葉急に深い悲哀に撃たれた。 草むらに爬虫の声がする。故郷のので聞く虫の声とは荷もつかぬ。このにつかぬことと広い野原とがなんとなくその胸を痛めた。一時途絶えた追回の情が流れるようにみなぎってきた。母の顔、若い妻の顔、弟の顔、女の顔が相馬灯のごとく旋回する。欅の木で囲まれた村の旧家、断乱せる平和な家庭。 続いてその身が東京に修行に行った折の若々しさが思い出される。かぐら坂の夜の賑わいが目に見える。美しい草花、雑誌店、新刊の書、角を曲がると賑やかな寄せ、待合、三味線の音、あだめいた女の声、あの頃は楽しかった。恋した女が中町にいて、よく遊びに行った。丸顔の可愛い娘で、今でも恋しい。 この身は田舎の豪華の若旦那で、キムには不自由を感じなかったから、随分面白いことをした。それにあの頃の友人は皆世に出ている。この間もが異兵で第六師団の大員になって威張っている奴にでっくわした。軍隊生活の束縛ほど残酷なものはないと突然思った。と、今日は不思議にも平静のように反抗とか犠牲とかいう念は起こらずに、 恐怖の念が盛んに燃えた。出発の時、この身は国に捧げ君に捧げていかんがないと誓った。再びは帰ってくる気はないと、村の学校で大しい演説をした。当時は元気旺盛体創建であった。で、そう言ってももちろん死ぬ気はなかった。心の底には華々しい外旋を夢見ていた。であるのに、 今突然起こったのは死に対する不安である。自分はとても生きて帰ることはおぼつかないという気が激しく胸をついた。この病、この活気、たといこの病は治ったにしても戦場は大なる牢獄である。いかにもがいても焦ってもこの大なる牢獄から脱することはできぬ。特理寺で戦死した兵士がその以前彼に向かって、どうせ逃れられぬ穴だ。 思い切りよく死ぬさ、と言ったことを思い出した。枯葉疲労と病気と恐怖とに襲われて、いかにしてこの恐ろしい最悪を逃るべきかを考えた。脱走。それもいい。けれど捕らえられた暁には、この上もない汚名をこむった上に同じくし。さればとて前進すれば必ず戦争の巷の人とならなければならぬ。戦争の巷にいれば死を覚悟しなければならぬ。 枯は葉今初めて病院を退院したことの具を必死と胸に思い当たった。病院から構想されるようにすればよかった、と思った。もうダメだ、万事休す、逃れるに道がない。消極的の悲観が恐ろしい力でその胸を襲った。と、歩く勇気も何もなくなってしまった。止めどなく涙が流れた。神がこの世にいますなら、 どうか助けてください。どうか逃げ道を教えてください。これからはどんな難儀もする。どんな善事もする。どんなことにも背かぬ。枯葉おいおい声を上げて泣き出した。胸がひっきりなしにこみ上げてくる。涙は小にでもあるように本を流れる。自分の体がこの世の中になくなるということが通説に悲しいのだ。 彼の胸にはこれまで幾度も祖国を思うの念が燃えた。会場の甲板で軍歌を歌った時には悲壮の念が全身に満ち渡った。敵の軍艦が突然出てきて、一砲弾のために沈められて、海底の木図となっても遺憾がないと思った。金スの戦場では、機関銃の死の叫びのただ中を地に伏しつつ、勇ましく進んだ。 戦友の血にまみれた姿に胸を打ったこともないではないが、これも国のためだ、名誉だと思った。けれど人の血の流れたのは自分の血の流れたのではない。死と相面しては、いかなる勇者も戦慄する。足が重い、気だるい、胸がムカつく。大説教から十里、二日の道、四つ湯、おかん、確かに持病の活気が更新したのだ。 流行超位熱は治ったが、急性のカッケが襲ってきたのだ。カッケ昇進の恐ろしいことを自覚して枯葉戦慄した。どうしても免れることができぬのかと思った。と、居ても立ってもいられなくなって、体が痺れて足がすくんだ。おいおい泣きながら歩く。のは平和である。赤い大きい火は地平線上に落ちんとして、 空は半ば金時半ば案へ帰色になっている。金時の鳥の翼のような雲が一ひ,ひら動いていく。リアンの影は影と覆い重なって、梁たるのには秋風が渡った。療養方面の縫製も今まで盛んに聞こえていたが、いつか全く途絶えてしまった。二人連れの上等兵が追い越した。すれ違って、五六軒先に出たが、一人が戻ってきた。 おい、君、どうした枯れ葉気がついた。声を上げて泣いて歩いていたのが気恥ずかしかった。おい、君、再び声はかかった。かっけなもんですから。かっけは、それは困るだろう。よほど悪いのか。苦しいです。それや困ったな。かっけでは昇進でもすると大変だ。どこまで行くんだタイが安山炭の向こうにいるだろうと思うんです。 だって、今日そこまで行けはせん。わあ、まあ、新大輔まで行くさ。そこに平坦部があるから行って医師に見てもらうさ。まだ遠いですかもうすぐそこだ。それ向こうに丘が見えるだろう。丘の手前に鉄道線路があるだろう。そこに国旗が立っている、あれが新大輔の平坦部だ。そこに医師がいるでしょうか軍医が一人いる。 蘇生したような気がする。で、二人について歩いた。二人は気の毒があって、銃と灰の嘘を持ってくれた。二人は前に立って話しながら行く。両養の今日の戦争の話である。様子はわからんかな。まだやってるんだろう。現代で聞いたが、敵は両養の一里手前で人支えしているそうだ。何でも手残歩とか言った。交尾がたくさん行くな。 兵が足りんのだ。敵の防御陣地は素晴らしいものだそうだ。大きな戦争になりそうだな。一日法制がしたからな。勝てるかしらん。負けちゃ大変だ。第一軍も出たんだろうな。もちろんさ。一つうまく背後を立ってやりたい。今度はきっとうまくやるよ。と言って耳を傾けた。法制がまた盛んに聞こえ出した。 新大巣の兵団部は今雑踏を極めていた。交尾旅団の一個連隊がついたので、レールの上、家の陰、兵糧のそばなどに軍房と銃剣とが満ち満ちていた。レールを挟んで敵の鉄道援護の A 社が5棟ほど立っているが、国旗の翻った兵団本部は雑踏を重ねて、兵士が黒山のように集まって、長い剣を下げた士官が幾人となく出たり入ったりしている。 平坦部の山賀の大釜には火が盛んに燃えて、煙が白母の空に濃くなびいていた。一家の釜は飯がすでに炊けたので、炊事軍曹が大きな声を上げて、部下を叱っして集まる兵士に仕切りに飯の分配をやっている。けれどこの山賀の釜は到底この多数の兵士に夕飯を分配することができぬので、その大部分は白米を半合にもらって、 各自に飯を作るべくのに散った。やがてののところどころにコーリアンの火がいくつとなくもされた。家の彼方では、徹夜して戦場に送るべき弾薬弾丸の箱を汽者の貨車に積み込んでいる。兵士、輸出の群れが一生懸命に奔走している様が白母のかすかな光に絶え絶えに見える。一人の貨士が貨車の荷物の上に高く立って、しきりにその指揮をしていた。 日が暮れても戦争はやまぬ。安山単のバーンのような山が暗くなって、その向こうから縫製が断続する。枯葉ここに来て軍医を求めた。けれど軍医どころの騒ぎではなかった。一兵卒が死のうが生きようがそんなことを問う場合ではなかった。溝は二人の兵士の尽力のもとに、わずかに一号の飯を得たばかりであった。仕方がない、少し待て。 この連隊の兵が前進してしまったら、軍医を探して、連れて行ってやるから、まず落ち着いておれ。ここからまっすぐに三四町行くと一頭の洋館がある。その洋館の入り口には、守護が今朝から店を開いているからすぐわかる。その奥に入って、寝ておれとのことだ。溝はもう歩く勇気はなかった。銃と灰の音を二人から受け取ったが、 それを背負うと危なく倒れそうになった。目がぐらぐらする。胸がムカつく。足がけだるい。頭脳は激しく旋回する。けれどここに倒れるわけにはいかない。死ぬにも隠れがを求めなければならぬ。そうだ、隠れが。どんなところでもいい。静かなところに入って寝たい。休息したい。闇の道が長く続く。ところどころに兵士が群れをなしている。 ふと豊橋の兵衛を思い出した。手法に行って隠れてよく酒を飲んだ。酒を飲んで、軍装を殴って、重営装に処せられたことがあった。道がいかにも遠い。行っても行っても洋館らしいものが見えぬ。三四町と言った。三四町どころか、もう十町も来た。間違ったのかと思って振り返る。平坦部は十日の光。 かがり火の光、闇の中を行き違う兵士の黒い群れ、弾薬箱を運ぶ掛け声が夜の空気をつんざいて響く。ここらはもう静かだ。あたりに人の影も見えない。にわかに苦しく胸が迫ってきた。隠れ家がなければ、ここで死ぬのだと思って、がっくり倒れた。けれども不思議にも前のように悲しくもない、思い出もない。空の星のひらめきが目に入った。 首を上げてそれとなくあたりを見回した。今まで見えなかった一胸の洋館がすぐその前にあるのに驚いた。家の中には灯火が見える。丸い赤い提灯が見える。人の声が耳に入る。銃を力にかろうじて立ち上がった。なるほど、その家の入り口に守法らしいものがある。暗いからわからぬが、何か鎌らしいものが小飼いの片隅にあって、 薪の燃ええさしが赤く見えた薄い煙がちょをかすめて淡くなびいている。ちょに、シルコ一杯五千と書いてあるのが、胸が苦しくって苦しくって仕方がないにもかかわらずはっきりと目に映じた。シルコはもうおしまいか。と言ったのは、その前に立っている一人の兵士であった。もうおしまいです。という声がうちから聞こえる。 内を覗くと、明らかな光、西洋ろうそくが日本裸で灯っていて、瓶詰めや小間物などの山のように積まれてある中央の一段高いところに、太った、口ひげの濃い、ニコニコした三重男が座っていた。店では一人の兵士がタオルを広げて見ていた。そばを見ると、暗いながら、低い石段が目に入った。ここだなと枯れ葉を持った。 とにかく休息することができると思うと、言うに言われぬ満足をまず心に感じた。静かに抜き足してその石段を登った。中は暗い。よくわからぬが廊下になっているらしい。最初の戸とおぼしきところを押してみたが開かない。二歩三歩進んで次の戸を押したがやはり開かない。左の戸を押してもダメだ。何億へ進む。廊下は突き当たってしまった。 右にも左にも道がない。困って右を押すと、突然、闇が破れて扉が開いた。室内が見えるというほどではないが、そことなく星明かりがして、前にガラス窓があるのがわかる。銃を置き、排能を下ろし、いきなり枯れ葉横に倒れた。そして重苦しい息をついた。まあこれで安息所を得たと思った。 満足と共に新しい不安が頭をもたげてきた。倦怠、疲労、絶望に近い感情が鉛のごとく重苦しく全身を押した。思い出がみんなキレ切レで、電光のように早いかと思うと牛の喘ぎのように遅い。ひっきりなしに胸が騒ぐ。重い、毛だるい足が一種の圧迫を受けてと頭痛を感じてきたのは、彼自らにもよくわかった。 ふくらはぎのところどころがズキズキと痛む。普通の頭痛ではなく、ちょうど小村が帰った時のようである。自然と体をもがかずにはいられなくなった。綿のように疲れ果てた身でも、この圧迫にはかなわない。無意識に点々反則した。故郷のことを思わぬではない、母や妻のことを悲しまぬではない。この身がこうして死ななければならぬかと嘆かぬではない。 けれど悲嘆や、追憶や、空想や、そんなものはどうでもよい。頭痛、頭痛、その絶大な力と戦わねばならぬ。潮のように押し寄せる。暴風のように荒れ渡る。足を固い板の上に立てて倒して、体を右に左にもがいた。苦しい、と思わず知らず叫んだ。けれど実際はまたそう苦しいとは感じていなかった。 苦しいには違いないが、さらに大なる苦痛に耐えなければならぬと思う努力が少なくともその苦痛を軽くした。一種の力は波のように全身にみなぎった。死ぬのは悲しいという念よりもこの苦痛に打ち勝とうという念の方が強烈であった。一方には極めて消極的な涙もろい育児ない絶望がみなぎるとともに、 一方には人間の生存に対する権利というような積極的な力が強く横たわった。頭痛は波のように押し寄せては引き、引いては押し寄せる。押し寄せるたびに唇を噛み、歯を食いしばり、足を両手で掴んだ。母官の他にある別種の官能の力が加わったかと思った。暗かった部屋がそれとはっきり見える。 暗色の壁に沿うて高いテーブルが置いてある。上に白いのは確かに紙だ。ガラス窓の半分が破れていて、星がキラキラと大空にきらめいているのが認められた。右の片隅には何かごたごた置かれてあった。時間の経っていくのなどは儲か彼にはわからなくなった。軍医が来てくれればいいと思ったが、それを続けて考える暇はなかった。 新しい苦痛が増した。床近くコオロギが鳴いていた。苦痛にもだえながら、あ、コオロギが鳴いている、と枯葉を持った。その哀愚な虫の調べがなんだか全身に染み入るように覚えた。頭痛、頭痛、彼はさらに点々反則した。苦しい、苦しい、苦しい。続けざまにけたたましく叫んだ。苦しい、誰か、誰かおらんか。 としばらくしてまた叫んだ。強烈なる生存の力ももうよほど衰えてしまった。意識的に救助を求めるというよりは、今はほとんど夢中である。自然力に襲われた木の葉のそよぎ、波の叫び、人間の悲鳴。苦しい、苦しい。その声がしんとした質に凄まじく漂い渡る。 この室には一月前まで露国の鉄道援護の士官が気がしていた。日本兵が初めて入った時、壁には黒くすすけたキリストの像がかけてあった。昨年の冬は、満州ののに降りしきる風雪をこのガラス窓から眺めて、その士官はおつかを飲んだ。毛皮の防寒服を着て、小いに兵士が立っていた。日本兵のナスに足らざるを言って、 虹のごとき記縁を吐いた。その室に、今、水死の兵士のうめきが響き渡る。苦しい、苦しい、苦しい。咳としている。コオロギは同じ優しい寂しい調子で泣いている。満州の香爆たるのには、遅い月が昇ったと見えて、辺りが明るくなって、ガラス窓の外はすでにその光を受けていた。うめき悲鳴。 絶望、枯れ葉室の中をのた打ち回った。軍服のボタンは外れ、胸の辺はかきむしられ、軍房は顎紐をかけたまま押しつぶされ、顔から頬にかけては、嘔吐した汚物が一面に付着した。突然明らかな光線が室に刺したと思うと、扉のところに西洋ろうそくを持った一人の男の姿が浮き彫りのように現れた。その顔だ。 太った口ひげのある主法の顔だ。けれどその顔にはニコニコしたさっきの愛嬌はなく、真面目な青いくらい色が昇っていた。黙って室の中に入ってきたが、そこにうなって転がっている病兵をろうそくで照らした。病兵の顔は青ざめて、死人のように見えた。おとした汚物がそこに散らばっていた。どうした病気か。ああ、苦しい、苦しい。 と激しく叫んで転々した。主穂の男は手をつけかねてしばし立って見ていたが、そのまま、ろうそくの牢を垂らして、テーブルの上にそれを立てて、そそくさと扉の外へ出て行った。ろうそくの光で室は昼のように明るくなった。隅に置いた自分の灰のうと銃とがかれの目に入った。ろうそくの火がちらちらする。牢が涙のようにだらだら流れる。 しばらくして先の手法の男は一人の兵士を伴って入ってきた。この向こうの家に寝ていた公軍中の兵士を起こしてきたのだ。兵士は病兵の顔とあたりの様とを見回したが、今度は検証を主催に検した。二人の対話が明らかに病兵の耳に入る。十八連隊の兵だな。そうですか。いつからここに来てるんだ少しも知らんかったんです。 いつから来たんですか私は十時頃ぐっすり寝込んだんですが、ふと目を覚ますとうなり声がする、苦しい苦しいという声がする。どうしたんだろう、奥には誰もいぬはずだがと思って、不審にしてしばらく聞いていたです。すると、その叫び声はいよいよ高くなりますし、誰か来てくれ。という声が聞こえますから、来てみたんです。かっけですな。 かっけ昇進ですな。昇進。とても助からんですな。それや、気の毒だ。平坦部に軍医がいるだろう。いますがな、こんな遅く、来てくれやしませんよ。いつだ。自ら時計を出してみて、もっともだ、という顔をして、そのままポケットに収めた。何時です。2時15分。二人は黙って立っている。苦痛がまた押し寄せてきた。 うなり声、叫び声が耐え難い悲鳴に続く。気の毒だな。本当にかわいそうです。どこのものでしょう。兵士が彼のポケットを探った。軍隊手帳を引き出すのがわかる。彼の目にはその兵士の黒くたくましい顔と軍隊手帳を読むために卓上のろうそくに近く歩み寄った様が映った。三河の国厚見軍福へ村加藤閉作、と読む声が続いて聞こえた。 故郷の様が今一度その眼前に浮かぶ。母の顔、妻の顔、欅で囲んだ大きな家、裏から続いた滑らかな磯、青い海、馴染みの漁夫の顔。二人は黙って立っている。その顔は青く暗い。折々その身に対する同情の言葉が交わされる。彼はすでに死を明らかに自覚していた。けれどそれが別段苦しくも悲しくも感じない。 二人の問題にしているのはかれ自身のことではなくて、他に物体があるように思われる。ただ、この苦痛、耐え難いこの苦痛から逃れたいと思った。ろうそくがちらちらする。コオロギが同じく寂しく泣いている。明け方に平坦部の軍医が来た。けれどその一時間前に、溝はすでに死んでいた。一番の記者が開示開示の掛け声とともに、 安山艦に向かって発射した頃は、その残月が薄く白けて寂しく空にかかっていた。しばらくして砲声が盛んに聞こえ出した。9月1日の両用攻撃は始まった。定本、布団、一平卒、角川文庫、角川書店。1969、昭和44、年10月20日開藩初版発行。1974、 昭和49年11月30日開版8番発行。混在している満州と満州両と両は定本通りです。入力、久保明。厚生、伊藤時也。2000年9月28日公開。2011年5月19日修正。青空文庫作成ファイル。このファイルは、 インターネットの図書館、青空文庫、h t t p w w w a o z o r a g r j p スラッシュで作られました。入力、構成、制作に当たったのは、ボランティアの皆さんです。